名古屋市図書館名古屋市しだみ図書館名古屋市しだみ図書館は愛知県名古屋市森山区深沢にある名古屋市図書館の分館2004年7月15日森山区キッ深沢において名古屋市図書館19巻目の名古屋市しだみ図書館として開館10時に開館式典が開かれ13時にオープンした2013年4月から 指定管理者制度を導入し、株式会社図書館流通センターが運営を担当している。開館時の蔵書は約3万冊。鉄筋コンクリート2階建てで、延べ面積は約800平方メートル。1階には一般図書コーナー及び子供向けの読み聞かせスペースであるお話の部屋。2階には学習室と集会室を備える。建設費は約3億円。 しだみ図書館独自のサービスとして、図書館外における返却ポストの設置及び、図書館内における乳幼児の一時預かりサービスがある。返却ポストは、2017年4月6日に、しだみ市所、しだみ地区会館正面玄関ホール及びオン、森山店、フードコート入り口に設置され、市長各資料を除く、資料返却ができる。また、入用時一時預かりサービスは、 7ヶ月から6歳の児童を対象に20分を原則とするもので、保護者が図書館利用中であることを条件としている。図書館の入館や利用は誰でも可能であるが、考え貸し出しには利用者登録が必要で、愛知県在住、在勤、在学者のみが可能となっている。ありがとうございます。